レフ・ポズナンは、ポーランドのポズナンを本拠地とするサッカークラブ。クラブは、地元のカトリック教会に所属していた若者たちが、教会から脱退して新たにサッカークラブを結成しようとしたことが、きっかけとなり1922年3月19日に、ルトニア・デンビエツの中の、レフから取り、レフ・ポズナンと解消された。 ポーランド一部リーグには1948年3月に昇格。1980年代から1990年代初頭にかけて5度のリーグ優勝を果たすなどクラブは全盛期であった。欧州サッカー連盟主催の国際大会へも1978年から2004年の間に34試合出場した。クラブ史上で最も忘れがたい試合は、 1988から89シーズンの UEFA カップウィナーズカップ2回戦、対 FC バルセロナ戦である。この大会を制するバルセロナ相手に2試合合計で1-1と検討したが、PK 戦の結果4から5で敗れた。また1990から91シーズンの UEFA チャンピオンズカップ1回戦。 ギリシャのパナシナイコス戦では2試合合計5から1で、これを下し2回戦へ駒を進めた。2回戦では、フランスのオリンピックマルセイユ戦では2試合合計4、の8で敗れたものの、ホームでは3から2でマルセイユを下すなど、クラブ史上で最良の結果を残した。2008から09シーズンの UEFA カップでは、 グループリーグでオランダのフェーノールトを倒した他フランスの AS、ナンシーとスペインのデポルティ・ボラ・コルーニャに引き分け、決勝トーナメントに進出した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。